り。かわいい。結構最近そこがちょっと気に入ってるでしょ。ね。ポンちゃんの先、ご飯食べ残し食べる？食べるの？ほら、これね、今来たやつの箱だよ。入っていいよ、ちゃんと。そこ閉められちゃったね。ポンちゃん、廊下にいるのにね。開けてみよう。よいしょ、開けるよ。ちょっと待ってね。ふんふん、行きましょうね。じゃあ、あら、いいの？ポンちゃん多分廊下にいると思うんだけど。いたー、ポンちゃん。すみません、おかえり。出てる？じゃあ、おいでおいで。おかえり。くんとポンちゃんのバーバーにこれの説明使い方をね、教えに行ったよ、お父ちゃん。うん、ポンちゃん。シュリシュリ。うん。じゃあ、くん。じゃあ、くん。きれい。バイバイ。今日はちょっと変わったことをしてるんですよね。このドライフルーツとマーブルチョコレート、そもそもドライフルーツとナッツね、そもそも両方が入ってるやつをこの間買って食べたんですよ。で、クロケンはですね、貧乏症なので一粒ずつこれも一粒ずつって食べてて、別にどうってことなくて、まあ、そういうもんかと思って食べていましたが、まあ、おいママさんが、いっぺんに食べるんだよっていうふうに言われて、じゃあと思ってごそっとやって食べました。めっちゃうまかった。びっくりするぐらいうまくてですね、こういういろんなものとチョコレートが一緒になってんのがね。で、もう最後のちょっとだったんで、またこれはまた違うんですよ。これはこれだけ、これはこれだけっていう形で、買ってきてっていう風に。前買ったのはこれだよ。これこれこれ、これうまかった。これはなんだっけ、ホームセンター、カインズホームで買ったんだよね。これはごっそりいってバクって食べるとすげーうまいです。一粒ずつだとなんて普通のナッツと普通のドライなので、今日は自作してみました。で、自作してみたところ、ちょっとこれが、まおいママさんの評価ではこれがちょっと甘すぎたと。こっちにはあまり甘くないやつが入っていたので、すごく甘くなかったの。はい、でもまあちょっと今日はこれを試してみます。ちょっとホームセンターまで行けなかったのでね、こういう動画もありかな。